お疲れ。なんかなんだろうこれ、ボールみたいなやつ、なんなんだろうこれ。ありがとう。なんかクマもなんか変わってる。ジジーハート、ありがとう。皆さんこんばんは。え、これなんなのこのギフト。新しいギフト増えてるんだけどさ、この色とりどりな感じの、色とりどりっていうか紫とオレンジっぽいボール、マリ、あ、マリなんだ。わ、なんかもらった、ありがとう。わ、誰だ、やばい、あた、難波のひさとさん、ありがとう。ありがくま、ありがとうございます。ありがくまたわ、難波のひさとさん、ありがとうございます。かわいい、クリスタルって感じ、氷って感じ。すごい口がカッサカサですね。保湿をしよう。こんばんは。今日はねちょっと遅かったんで帰ってきて、そう、まだお風呂に入れず、さっきご飯を食べ終わっていろいろと終わったところで、お疲れ様。メイク、最近メイクなんか何ですか、しなくていい日は全然しないんだよね。あのメイクレシピってやつさ、みんな投稿してるのにさ、ちょっと私も投稿したい、投稿したいけどもう編集技術がないから諦めてます。なんか誰か作ってるって感じ。なんかメイクレシピ作ってくれる人とかいないかな。ありがとうございます。ね、難しそう。あ、どうやって作るの？切り抜いたのかな？お姉ちゃんに言ったよ、お姉ちゃんに、あんたもメイクレシピせんのみたいに言われて、あれ作ってやみたいな言ったんですけど、お姉ちゃんもう分からんって。大変そう。あれってコスメの画像はどこでゲットするのね、めっちゃ思う。あれコスメの画像どうやってゲットしたんだろう、なんか切り抜いたんかな、何かね。なんかこのさ、このクマ何、ありがとう。なんか七夕みたいなクマがおる。ギュートでありがとう。ありがとうございます。あのですね、明日の20時にショールーム配信をします、写真集ので。ちょっと前回完売になったんですけど、そう、その同じ特典で、はい、写真集の配信をさせていただきたいと思います。明日の配信でリベンジします。ゲットしてください。明日、そう、20時です。数量、そう、明日200部あります。そうなんですよ。このルームで20時から配信するので、ぜひチェックしてください。本当ありがとうございます。
出て。前回もそう200部だったんですけど、そうなんですよ。日刊さんのインタビュー読んだよ。ありがとう。なんかね、本当にありがたいことに、ありがたいことに写真週刊連でたくさん取材をしていただいてて、ちょっと自分全部リポストできてるかわかんないんですけど、ぜひ見てください。受験さんありがとう。やんじゃん、あ、次のヤングジャンプさん出ます。なんか付録っていうか別なんて言うんですか、え、しこえなんだっけ、冊子みたいなあの別冊っていう、あ、付録っていうんですか。それでそれがついてきます。それで出ます。別冊、え、これ何、小雑誌、小雑誌、え、どっち、分からん、読み方が分からんけど、あ、小冊子って言うんだ。ありがとう。小冊子。もうこの初見さんが何歳ですかってすっごい連投、25歳です、今年25になりました。覚えといてください。気になってる。そう、ヤンジャンは5着来ました。え、1、2、うん、1、2、3、4、5着だと思います。うん、結構ガールズグラフ、そうだ、ガールズグラフはあれですよ、ね、あ、ちょっと待って、この写真集と連動してるので、この帯のここ見てね。ここ。そうそう。唐突な告知。今日のメールの写真は何のオフショット？あれはガールズグラフです。ガールズグラフは4着来たんですよ。そうなんです。しかもガールズグラフはめっちゃページ数もすごい多くて、あの一番後ろのページに全部載せてもらってるんですけど、結構多いので見応えあると思います。
ありがとう。スクール水着、スクールレオタード。いやもうなんか自分が下着なのか水着なのかレオタードなのか何を着てるのかちょっと分かんないんですよね、あんまりなんか今自分は一体何を着ているんだろうみたいな時よくあります。これは水着なのかランジェリーなのかみたいな、うん、ちょっとどっちなのか分かりませんねみたいな、何着てるかもう分かんないそう、なんかね、水着と下着の区別結構むずいんだけど、あれは何なんだろう、どっちなんだろうみたいな、あ、生地で、うん、はい、ありがとう。プールに入れるかで判断、うん、どうでしょう。いや、そうなんよね。布面積一緒。そうよ。いや、わからん、あんまり。どうなんじゃろ。ありがとう。電波今日悪い？大丈夫？ほんとにありがとう。私の情報あるかなってワクワクしてる。なんか結構そう撮影したのでね。そうなんですよ。ありがとうございます。明日の20時にお待ちしてます。最近配信時間が短い。いや、そうなんよ。マジでごめんね。なんかさ、8月は結構ね、あんまりできなかったですね。なんか配信時間、このショールームでさ、自分で自分なんか1ヶ月どれぐらい配信したか見れるんですけど、20時間ぐらいでしたね。多分1日1時間、まあ行った日もあるんですけど、行ってない日もあるし、休んじゃった時もあったから。そうなのよ。やばい、 20% になった。なんかお決まりのさ、低電力モードのさ画面が出るっていう。もうダメだこりゃ。ご飯でも嬉しい、ありがとう。休めてますか、この昨日だっけ、いつだっけ、もうなんかちょっと何日か忘れちゃったんですけど、もうめっちゃ寝た日があって、本当に
めっちゃすっきりしました。ありがとう。前髪毎日切ってる？毎日切ってないんだけどね、本当にさっきお姉ちゃんに切ってもらったの。切りたてほやほやだから。切りたてほやほや。全然なんか元気なんで安心してください。なんか私がよく怒りすぎて、本当になんか怒るって怒りの、まあ、エネルギー使うじゃないですか、怒ることって。で私がめっちゃね激怒してたことがあってお姉ちゃんがめっちゃビビっててね、そうそれぐらい元気だから、プライベートでプンプンしてた。ありがとうございます。配信ではプンプンしてない？うん、そんな怒らん。コメント欄なんかいる。ちょっと私もね、ちょっとブロック押そうかなって迷ってるんだけどね。ちょっとねどうしようかなって、あのブロックを押すっていう行為もちょっと胸が痛むのでちょっとどうしようかなと思うんですけどね、あなんかちょっと見てますってコメント欄こうじーっと、あーなんかへへ警察呼びますよ。明日は早起き？いや、そんなに早起きじゃないよ。今からお風呂入るから、私お風呂予約界隈だから頑張るんだ。すごい、もうねお風呂入るって言っただけでみんなが頑張って頑張って、もう本当にもう嬉しいよ。私もこんなにもうお風呂を応援されることなんか今までなかったからね、もう本当に嬉しいよ。こんなちょっとお風呂に入るよって言っただけでみんな頑張れ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 、もう本当に嬉しい、なんか嬉しい、本当にお風呂こんなに応援されることなんてないですよ、めっちゃ嬉しい。
睡魔に勝つんだぞ。確かにすぐ寝るからね。お風呂嫌い、お風呂嫌いなわけじゃないんですよ。なんか入ってしまえば楽なんですけど、入るまでがねちょっとねグズグズしちゃう。男女ちょっと呼ぶ。考えなしさん、山道さん、はやりんごさん、 AKB48 0522 3、あサイさんかな、福太郎さん、まめさん、くまねばばさん、うまちゃんさん、福ちゃん丸さん、トノブレッドさん、ティンさん、東京のすまさん、1位はドロロロドドン、南蛮のひろとさんでした。ありがとうございました。最近カラオケしてないのでやりたいですね。なんか STU の曲結構入ってたんですよ。あれとか入ってたの、雨とか涙とか巻いてた。雨が上がったシャン、瞬間がシャン、好きなんだシャン、空のシャ悲しみシャ、すべてを絞ったようで、ちゃ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 。おやすみ、おやすみ。みんな明日も頑張ろう。今日って何曜日だっけ、月曜日だっけ、明日火曜か。おやすみ、また明日。